名前はタッピーです。1967年に横浜で生まれました。シェイプを始めたきっかけは中学生ぐらいの時かな。サーフボード工場に出入りするようになって、クラッサーやいろいろなシェーパーやいろんな仕事を見て、自分もサーフボードビルダーになりたいなって思ったんですよね。自分にとってのインスピレーションは一番はやっぱ音楽かな。70年代から80年代、70年代のパンクロックがすごく好きで、そこから80年代、ニューウェーブですね。そこを一番リアルタイムに生きてて、あとはその時に始めたスケートボードでサーフィンで、今取り組んでるスノーボードプロジェクトもあって、スノーボードですね。なんで自分のサーフボードいろんな人が選んでくれてるかはよく自分ではよくわからないんですけど、多分自分が思うには、自分の気持ちがそのボードに伝わってるから選んでくれてると思ってます。いいサーフボードは必ず機能はもちろん見た目も重要で、僕はその2つにすごくこだわって作っています。サーフボード作ることはアートフォームでもあり、自然なことでもあり、あと、サーフィンと同じようなライフスタイルの一部と考えています。シェイプしてての一番の喜びはやっぱ自分の喜びよりも人の喜び、人が楽しんでくれていい波乗ってくれて、それが一番楽しみかな。もちろんライダーも含めて、それが全部自分に入ってくるような気がします。